おはようございます。おはようございます。今回も前回に引き続き鶴岡市内をこうバスで巡らせていただいております。こちらはね、すみます CA さんのお二人にも今回参加していただきまして、よろしくお願いいたします。最高だよね。俺キャビンアテンダントと知り合いになれることなんかないからさ、うん、そりゃそうです、うんうん、最高の一日で始まります最高の一日に、すごい奥に意味深なあれが僕たちがいるのは山形県の日本海側に位置する鶴岡市。ここは江戸時代に庄内藩酒井家の城下町として栄えた歴史のある町、そして食の都としても知られています。さあ今回のテーマ、まあ2週目でございますけれども、バスで巡る歴史香る町、先週ほら あの地元のバイキング食べさせていただいてね、朝ご飯食べて、そう、そして鶴岡のお殿様、うん、そして豪商のねお屋敷見させていただいて、要はその本当にその、うん、旅行やけども、うん、文化を見る修学旅行パターンの旅行のやつ、あの歴史を知りながらねそう、あの勉強しながら旅行しましょうっていう、うん、これ前回もこのバス説明させていただきましたけども、あの昇降チェリカ使うと500円で1日乗り放題、3コースありますけれども、続いてどちらに来ていただけるんでしょうか。今日は何どうします、うん、このカウント、ちょっとお腹が空いてきたので、ね、あの昔ながらの商店街にあるすごいおしゃれなカフェがあるので、うん、そこでランチを食べようと思います。いいぞ、はい、いいですね、ありがとうございます。ごつんしてない誰かまたこちらです。こちらです。あるこれマルシェみたいだね。ね、今日マルシェ開催し、お花と、うん、苗とか売ってるね。あ、そうなんや。苗売ってますね。奥行っちゃっていいのかな。奥です。ですね、こんにちは。美味しそう。うわ。こんにちは、お邪魔します。すげえおしゃれ。お願いします。めっちゃおしゃれじゃん。よろしくお願いします。またこれ、さっきの建物と近くね。近い。うん、近い。こちらのお店の。はい。方でございますか。ココンココンって言うんですね。ココンって言うんです。お名前は何て言うんですか。はい、私は富樫愛子です。富樫さん、これ建物かな、先週行った、うん、平神堂、平神堂の作りと似てるんだけど、そうです、そうです、ここ建物古いです、うん、そうです、150年経って、わあすげえ歴史ある、うん、これもともと改築というかそのする前は何の建物だったんですか、うんうん、あ、醤油屋さんだったんですけど、あのマルシェみたいな前でやったけど、うんうんうん、今日はイベントの日で、うん、いろんな人がいろんなことやってます、はい、でこうカフェはカフェなんですよね。カフェはカフェは平日やってます、うん、へえ、なるほどねどんなメニューがあるの。上がる気満々やなそーっといつもカフェで、はい、今日のご飯って言ってお出ししているご飯で、はい、その時に手に入ったもので作るので、なんか日替わりです。なるほどなるほど、はい、ほんまに今日のご飯なんですね。うん、おしゃれ、これさ、面白い、あのごなんていうの、これ何ご飯ですか。玄米ご飯で、夫が農家なので、夫が作ったお米をカフェで出してます。どうぞお召し上がりください。いただきます。本当に面白い、うんうんうん。あんまり食べませんか玄米。あ、もういて、うん、やっぱ今妄想汁ですよね。うんうん、妄想も。うん、キノコ入ってるねあ、椎茸と厚揚げと豚肉入れるのは、うん、なんか妄想汁の定番ですかね、うん、そうなの、椎茸入ってるもんなんだ、うん、うんうんうん、と思います、上手に作りはるわ、美味しい、うん、なんか酒粕も入ってるのでね、うん、ちょっと温まるかな、うん、本当にその旬なものが楽しみになってくる、うん、あ、今タケノコだなっていう季節を感じるんでね、うん、山形の食材はね、季節がね、はっきりしてる土地だと思うの で、ね、その分こう春のお膳とか夏のお膳ってこう、うん、全然違うものが出せるのがまた面白いかなと思います。うーん、でも健康食な感じでどうですか、女性からして。うん、嬉しいですよ ね、 野菜がね、こちらこういうね郷土料理的なものを出していただいてるじゃないですか、こういうお勉強されたんですか。これは、うん、勉強したわけではなくって、うん、いろんな人に聞いて、特に自分のおばあちゃんがこうやってたなっていうのを思い出しながら、今はもう亡くなっちゃって聞けないんですけど、あのおばあちゃん家の料理を思い出しながら作ってます。味が物語ってます、いかに優しいご家庭で育ったのかが、うん、大丈夫かな
かこういう風に楽しめると旬の食材も楽しめるし、となんかほっとしますよね。そう、わかる。なんか染みるっていうか、おばあちゃんが染み入ってくる感じだよね。染みに入ってくるの怖いんですよ。じわ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 じゃないんですよ。でもそうなんだ、おばあちゃんの味っていうのまた嬉しいよね。いそうやってなんか時の流れと建物もそうやし、味もそうやけどね、嬉しいですよ。さあ次はどちら行きましょうか。次は大徳寺っていうお寺に行きたいと思います。お寺、はい、大徳寺は今話題の徳川家とゆかりがあるお寺になります。へ、今ねなんかあの徳川家康ね、ドラマで注目されてますけどもね、そこであれがあるんだ。そうです、ゆかりがあるんや。じゃあちょっと薪でいきましょうか。いや、まかないかはもう次第なんです。相手先次第です。はい、ここが大徳寺です。こちら立派な門構えで、すごいね、ね、すげえ広いですよね。お邪魔します。お邪魔します。今でっかいあのゴーンがあるわ。すげえ。上がらせていただいていいのかな。こちらのご住職でいらっしゃいますか。はい、そうです。大徳寺の名前教えていただいていいですか。斉藤光明と申します。斉藤光明さん、はい、大徳寺自体はもう何年ぐらい。そうですね、あの坂井家と一緒に動いてまいりまして、あのここ鶴岡に来たのが400年前、約400年前になります。あ、じゃあやっぱその時期ってことはよ。ああ、なるほど。ちなみになんか先ほど坂井家とおっしゃってましたけど、はい、徳川家とのゆかりというのは、はい、その坂井家を通じてってことですか。そうですね、あの坂井忠次公の、あの亡くなられて、で奥様が薄井姫とおっしゃるんですけれども、薄井姫というのが、まあ、徳川家康公のおば様にあたる方でして、はい、その薄井姫があの忠次公を弔う場所が欲しいということで、うん、徳川家の菩提寺である大樹寺の元住職をこうお招きして、はい、大神寺というお寺を建てたんですけれども、大神寺、はい、でその薄井姫が亡くなられた際に、うん、この大神寺から名前を大徳寺に変えまして、それが現在の今の大徳寺になっております。そういうことなんや。はい、薄井姫のお像がございます。あ、じゃあお参りさせてもらうよ、せっかくね。いいですか、すげえ。あちらの方にありますので。いいですか。はい、こちら、はい、はい、ただ、はい、失礼ですか。失礼します。今あのあ、立派な。どういうことでしょうか。こちらでございます。いやいや、現代風すぎる。現代風すぎますよ。あのただいま、はい、あの千戸博物館の方にこうお引越ししておりまして、あ、展示というか、はい、皆さんに、はい、あ、ですので今ちょっといないんですけれども、ぜひあのこちらが、言ってほしい。これ薄井姫さん、はい、あ、そうなんだ。あ、もう出家されてたんですか。そうですね、はい、これなんで、あの旦那さんを弔うということで、あの出家なされて、このお坊さんの格好しております。やっぱ家康似てますね。いや、おかしいですね。あの野村夫妻みたいに似てくるみたいなの あるでしょうけど。へ、あ、そうなんだ、おばさんになるんですか。そう、おばさんに当たります。ですか、実際住まれてみて。いいとこですか。すごくいいとこですね、歴史あり、なるほど、食べ物あり、自然あり、そうだね、本当いろんなものが詰まっていて、コンパクトに、30分圏内で本当にいろいろ回れるし、日によってね、楽しむコンテンツを変えられるというか、すごい充実した日々を送ってます。歴史歴史グルメ、歴史歴史みたいな感じですよね。売って休んで、売って休んでみたいな。さあ次はどちらに行きましょうか。次は庄内観光物産館に行ってお土産を見ようと思います。いいですね、一番いい流れじゃないですか。物産館ね、はい、物産館で、そこに私たちがコラボレーションして作らせていただいたお菓子が今限定で売ってて、それが目的やないか今日、なんか優しいな思ってて。最終的にすっごい高額なもん買わすみたいな。違います、それが目的やって。違います、違います、そんなもんじゃないです。それちゃんと皆さんで考えられたコラボのお菓子があるんですよ。ここが庄内観光物産館です。はい、ここはどんなのがあるの。
ここは、うん、と中にお土産もありますし、 お食事どころもありますし、うん、できるお魚市場もありますし、魚市場行きましたね。庄内のお土産、まあ、県内のお土産すごく品揃えがあるので、ここに行っとけば何でも揃うみたいな。なるほど。ところになります。こんにちは。こんにちは。緑屋さんで、はい、こんにちは。こんにちは。こちらですか。じゃあ参りいたします。うわ、あれ庄内スティック、はい、そうです。DNA 感全くないやん。そうなんですよ。これは高校生がデザインした、うん、はい、え、一緒にでも作ったんだよね。はい、一緒に作りました。私たちが講師としてあの授業の1年間携わって、一緒にこれをこのお菓子を考えるっていう、おお、そういうことか。選択授業を担当して、はいはい、ぐっと我慢してね、飛行機の青入れたかったと思うんだよ、DNA のね。でも子供たちが言ったことを優先して、はい、これブドウとダダチャと柿です。庄内柿と庄内柿、今日は特別にご試食ご用意、うん、してますので、生産者さんだから、うん、僕はダダチャいただきましょうか。俺も決めてた、はい、庄内柿、はい、いただきます。土源かな、ダダチャ。おいしい。あのバターサンドの感じでバターサンドファーって溶けるんですけど、ちゃんとダダチャの香りしてて美味しい。これ大人も絶対喜ぶ。お酒にも合うような。おー、ワインと一緒に食べれるぐらい。あ、すごい香り。そう、ほんまに豆感が、ね、ありますよね。うわ、いい香り。いただきます、うん、おー、ボロボロ、うん、甘い、うん、甘いんですよ。ボロッと入ってるんですよね、うん、先が美味しい、うん、高校生は食べやすいのと、はい、学校帰りに食べれる安い、うん、ものを求めてたので、このサイズでこの価格でっていう感じになりました。手軽感があって、これなんか学生たちが直売みたいなのしても地域の人喜ぶと思うね。そういうのはしていってどんどんしていきたいですよね、はい、そうです ね、うん、ね、ありがとうございます。来週からこの2人でお送りいたします。よろしくお願いします。変わっちゃった。お疲れ様でした。ありがとうございました。また花束用意してなかった。2日の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、循環バスで1日巡らせていただきましたけど、うん、はい、いかがでしたか。ねえ、あの、すごいいろんなとこ、うん、そんなにいろんなとこ行くんやと思ってちょっとびっくりした。、まあ、それだけ循環してるってことですよ、いろんなとこ。刻むやん、めちゃくちゃ降りるやんと思って。そうですよ、せっかく1日乗り放題ですから500円で。そうですよ、ね、でもお二人からしたら今日いろいろご案内していただきましたけど、ほ、うん、んの一部ですよね、いわば一部ですね。私何よりもこのね、ギャルと、うん、旅できたのが嬉しかった。ギャルと旅できたって。英語で若い子とだって、普通にこんな若い子と一日おろうと思ったらやっぱお金だいぶかかるよ。すごい使えること言うやん。使えること言え。村山市にある東沢バラ公園では毎年6月にバラ祭りが開かれ、約750品種およそ2万本が咲き誇ります。詳しくは村山市ホームページをご覧ください。